ちょっとこれはひどいことになった。どうしました？どうしました？足りなくなりました。重すぎ？え、いや、うん、そうっすね、重すぎですね。策略一発でいいよ。一発で策略、え、一個でいいの？策略一発で。砲爆弾2個、策略4個。もう次、もう次、それはそれはもう次、相当重い、相当相当重いんで、マジでボンバーマンなんで、それだと。あ、新たなる脅威が山の山頂にいるね。ちょっと、フラグ少し置いてこう。いや、コンボ爆弾1個でいいよ、1個で。なんで赤外線グレネードとか言って入ってるんですけど。いらない、いらない、 1個でいいよ、1個で。2、Return to formation。 じゃあ1個ずつでいいですか？1個ずつって1個でいいよ。コンボ爆弾1個でいい。え、コンボ爆弾策略いらない？ちっちゃい策略はいらないから、あの、うん、でかいの1個であればいいよ。なんなら持てないんであればちっちゃいの1個でもいい。策略1個でもいい。いや、大きいの持ってきますよ。大きいの？よし。それ以外はいいっすね、そしたら。オッケーオッケー。ガータン。あ、6ミリさんとリグループしてくんない？ 6 ミリさんのとこ行ってくんない？ガータンも。ゴーゴー。そんな、そのクレートの中に6ミリ弾とか入ってます？弾。入ってます、入ってます。あ、じゃあ、補充しよう。ガータン補充してきていいよ。6.5 ミリ。うん、うん。うん、カスマグ捨てて、補充しよう。カスマグいっぱい入れた。すぐ疲れちゃいますね。うん、持ちすぎないよ、俺たち。うん、持ちすぎですね。Form on me。なんとか押せてるぞ。敵があれだな、バランスの悪いチームだったから、泣いて帰ってっちゃったな。ふえーっつって。しょぼい奴らだ。うん、おー、来た来た。うん、さっさとリグループ、あの、さっさとあれだね、あの、装備整えてくれ。Form on me。あ、見えた。うん。3分で装備整えてくれ。グレネード弾もあればいいな。右回り、目標これでサッチェルチャージ叩いて。2、Return to formation。クリアエリアはこれ できないので、キャンセルタスクで、デストロイ。目標をデストロイにする。お、HE グレネード弾50個入ってますよ。オッケーオッケーオッケー。いいぞ。発煙筒。山の向こうか、君たちの海岸越えて山の向こうで爆発する場所があるんだよな。そこは結構きついな、ワンチャンだな。ガータン合流した？あ、はい。あ、今装備整えてる最中ですね。じゃあその範囲で、見える範囲でカバーしといて。俺も行く。はい。グレネード弾取ったら、右回りするよ。右回りですね。うん。ちょっと山の稜線使った方がいいな。足音とかも変わってんな。うわ、重い。テンデント的いる。面白いな。エリア制圧しちゃったな、3人で。まあ、そうだよな。夜、あんな絶対的な地形からパチパチやられたら、迫撃砲とかな、持ってこない限り、戦いたくねえもんな、敵も。ざま。覗きすぎは良くないぞ。みんなでクレート見てると偉いぞ。じゃあ俺すぐやんな。ピンポン。やべえ、やべえ。こっちも大丈夫大丈夫大丈夫。こっちも大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。え、50ミリ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。よし、行こう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 。レッツゴー。大丈夫ですか？大丈夫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 。レーザーはオンですか？レーザーオン。了解。この丘の上から目標地点が見えるはず。
なんか新たな目標があるんですか？爆破目標があるので。爆破です。俺たち今のところミッション何にタスク何にも成功させてないんで、それぐらいはやろうかと、うん、やべ、人質撃ち殺しちゃったよ気をつけてね。しょうがないよ、俺たちあんな薄い情報で頑張った。深いですね、爆破目標。周辺警戒、周辺警戒。敵バンカーからだ。ワロス、敵空っぽにして逃げてったよ、バンカー。やったじゃないですか。要警戒ね。この下いる可能性あるよ、かなり。なんか、いますか。爆破目標はどれなんだ。ゆっくり探す。こっち。パトロールいるね。下にパトロールいますね。いる。びっくりした。しかも気づかれてないですか。そうでもない。待ってる。よいしょ。左手にもいる。そうですね。3人か。3人？人数にして3人くらい。75メートル。フロント。遮蔽取って、遮蔽取って、遮蔽取って、遮蔽取ってて、2人で。ちょっと前で。3人です、3人です。撃ってきた、撃ってきた。3人です。3人です、3人。撃ってきてるよ。直近のやつクリア。こいつじゃない、さらに開いて、さらに開いて経過してくね。さらに開いて、ロング。かなりロング。ロングいますね。オッケーオッケー、1回引いて、1回両線まで引いて。遮蔽取って、遮蔽取って。危ないよ。レーザーつけといて撃っちゃうよ。600、さっきのやつが詰めてきた。あれか、当たってるんだけど、アーマー買ってダウンダウンダウン、両線ダウン、両線ダウン。3人、3人、こっちの方向に、左3人、戻ってきて、戻ってきて、4人になったな。ロディロディロディ、5人になったな、増えたな。オッケーオッケーオッケー、両線取って、遮蔽取って撃ち合うぞ。やれるやれるやれる。やべ、キープ取れるな。ソルジャー200メートルフロント。オッケー。ロディン。オッケー。ロクミさん、おっと、それ撃っといてね。レーザーついてないぞ。なんか下がってったぞ、一人。うん、一人下がってっちゃった。ゲートに1いる。待ってよ。左手。右どうですか？どっかいるぞ。右が見とくよ。ひどいな、荷物ぶれが。なんだこの手ぶれ。小屋裏カット。文句書いてんの。敵の装備買って。うん、すごい硬いっす。もう俺は豆鉄砲か。まさかの5ミリ弾。7ミリかと思ったら5ミリ弾だった。どこだ？あ、手前。敵スモーク展開。レーザー消した方がいいっすね。わー、左手撃ってる。レーザーオフ、レーザーオフ。すごいすごい、山から下ってきた。なぜかあんたんこれ連絡しない。どこだ。すげえ下ってる。フラグ投げてきやがった。両線両線。オッケーです。まずフラッシュ見えました。方向的にはそっか。あー、もうなんでこういう時に。まずフラッシュなんだ。もう
あれだね。エペックス買うか。ちょっとひどい。ひどい本当に。ションペン玉すぎるマジで。オッケーですね。敵ガンガン降りてきた。敵確認。あー、目標物かこれ。もしか。目標物発見。目標物発見しましたね多分。ガータン左手警戒、ガータンガータン左手警戒左手警戒。レーダーあレーダー消し。ガータンノースの方向警戒しといてね。ロクミさん、あのレーザーつけて目標物照らしてくんない？これだと思われます。見えねえ、レーザー見えねえ。ああ、ありがとうありがとう。それ今撃ってきてるやつちょっと反撃しといて。ああ、あれね、よかった。アモクレとか、どこだあれか。オッケー、六味さんマラソン準備だな。マラソン準備。マラソン、まあ、オッケー、いたいた。ダウンダウン。ナイスカットナイスカット。攻撃も薄いし。行きますか。うん、六味さんダッシュダッシュ。ちょっと待って、俺バンカー内にグレネード一発撃っとくわ。左警戒です。ちょっと通り過ぎてんのこれ。あー、待って、RG オグレンド、梱包爆薬セット。自分もグレネードランチャーセット。40秒。40秒。次元式了解。次元式っぽいですね。次元式自分でセットした次元。いや、なんかポンってやってピピって言って40秒って出ましたよ。オッケー、じゃあ引いて。あ、なんか今スイッチない？トーカーとかそういうボタンない？まあそういうので。あ、あった。梱包のあれもやって訓練もしなかったな。安全だからじゃあトーカーで飛ばしちゃっていいよ。爆弾を投下。3、2、1。オーケー、イエー。俺たち仕事一個やった。エクストラクター脱出するぞ。送り狼来る。どこですか、青井さん。どこ。ヘリコプターレーザー照らす。脱出ポイント、目標の脱出ポイントが書かれてね。あ、了解です。下がるぞ。あの最初ボートで来たところに下がろう。レーザーオッケーオッケー、了解です。レーザー点滅、レーザー点滅してる。見える空中。チェックポイント、え、とりあえず下がるぞ。はい、了解。いや、下がりすぎるのも危ないな。適当なあの1個下がって丘のところで。脱出ってどこだ。どこにも書かれてね。最初のところかな。え、それ下がってないですよね。向かってません。え、そっち向かってますよ。え、 GPS が出ねえ。 GPS が、え、嘘。僕は？慌てない慌てない。向かっているんだと。うん。ミニマップ出してね、線の方向が。今南の方向走ってる。向かってたね、向かってたね。危ない危ない。向かってないって。やばいやばい、ここめっちゃ撃たれる。ちょっと待って、いかん。すげえ、めっちゃかっこいい音流れてんだけど。だいぶ、いきなりパニックだった。分隊長いきなりパニックだった。リサプライ、はいはい。リサプライの場所だよねこれ。オッケーオッケー。ね、ここら辺です、ね。ポイントが出ないと帰れないですよね。でもね。ちょっと待っといて、ここで。あのカバーしといて、はい。エリアカバーしといて。エクストラクト、フロムザ AO。あ、ヘリコプターでトランスポートしてあるから。待っとけよと。どこで。6ミリさん08で0番8番でヘリコプター呼べるボタンない？0番8番。キーボードまず0を押してから次8番。うん、あ、支援、はいはいはい。ヘリコプターあります。はいは
はいはい、書いてある2番。じゃあですね、このへここら辺の平原に呼んじゃってくれないですか。自分が見てるところに来ます。そうそう、08で、あここら辺、うんうん、オッケーオッケー、で1、ありがとう、オッケー。もしかしたら六味さん支援砲撃とかも六味さんが権限持ってたのかもしれないですね。ですね、なんかありました。なるほど、分隊長じゃないんだ。じゃあエリアカバーしとこう。来るぞ来るぞ来るぞ。どこだ。あでもこのミッションあれだね、結構遊べるな3人でも。まあ最初ちょっときつかったですけどね。まあ、うん、まあ、いろ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 ボロロボロボロだもん。ボロボロの部分、地形もなんとかなったしな。あそうです。そして俺がホストでここまでやれたっていうね。あ、本当だ。ホストも大丈夫だった。ん、なんか再設定ですね。最初の連発した爆発音何だったんだろうな。迫撃砲の訓練でもやってたんかな。なんかの訓練なんですかね。あ、ウサちゃんだ。あ、敵のパトロール来てんな。ちょっと稜線まで上がって見とっていいよ。車両来たー。トラックトラック来た。はい、あー本当だ、なんてことだ。あー本当ですね。グレネード撃っとくわ。あー止まんのそこで。帰れ帰れ、お前らのバス、お前らの場所じゃないぞ。一旦来てるよ左手。あー取れさ入ってきた、やばい。200m、あれ兵隊タコ詰めの可能性がある。うわーっとっとっとリターン来てんな。うわー、え、トラック2台、ヘリコン2台で、トラック2台だ。過去目標撃っていいよ。来た来た、ヘリコプター来た。トラック2台、どこ、あれか、はい、降ろさせね。これグレネードランチャーってどれぐらいの角度で撃ってるんですか。うん、練習だな。適当に撃ってみ。まず低く低くは撃っちゃダメよ。いやまあそうです。ああ思いっきりトラック来ましたね。あそこか。じゃあもう少しだけ下げてみて。お兵が支援してくれる。かっこいいかっこいい。よしよしよし。うわーかっこいいかっこいいかっこいい。めっちゃかっこいい、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 これ。アルバスに買ってよかった瞬間、これ。いや。でもなんで、なんでそっち行っちゃうの、意味がわかんないんだけど。制圧してからだろ。ロケットマンいるかもしれないから、ロケットマンを探してくれ。ヘリ落ちたら、俺たちあれだぞ。ボートで帰るために。かっこいいかっこいい、湾岸戦争みたいだ。なんか飛びましたね。もう少し角度を上にして、え、どこにヘリ降りた。お前ら六味さん全然違うところに降りた。どれ、うっそ、リグループリグループリ、オッケーオッケー、いいよいいよ、よし、ヘリ出しヘリ出し。え、待って、これ敵のイフリットじゃね。ちょっと待って、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 待って、待って、冷静に見てよ、冷静に見ちゃうよ、冷静に見ちゃうよ、冷静に見ちゃうよ。あー、敵のフリート、乗れませんっていうことで、ビッグローです。待って待って、ちょっと待って、ストップ、ストップ、早く、早く、ガンダムヘリまで、あ、乗って、攻撃能力なんか、ヘリ行って、ヘリ行って。あ、了解です、じゃあ、ヘリ行って、ヘリ行って、ヘリ行って、こっち攻撃能力ない。了解。トラック来た、トラック来た。乗って乗って、全然追いついてないよ。早く早く乗って乗って乗って、走れ。なんだ、どういう弾道なのこれ。乗りました。乗った？オッケーオッケー、追いてくぞ。乗った、乗った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 乗りましたね。全員乗った、全員乗った、乗りましたね、3人います。オッケーオッケーオッケー、移動する。
あ、NV 外したら何も見えねえ。うわ、うるせえ、死にかけてる。生きてるんだな、生きてた、痛えよ、叩きつけられた。ガワタも捨てられた、ヘリから捨てれます、俺たち最低のクソビスだ、ガワタいた基地で捨てられたんだ、海に捨てられた、これひどくね、これ俺サメが来て食われるパターンで、これあいつら捨てたぞ、俺たちのこと、ブラックオプスすぎるねえか、これひでえ。支援は回までか、来ねえんだな。じゃあそうだよ、じゃあもろくみさんがミッションオーバーした段階でミッションオーバーでいいや。ひどい。まあやっぱみんないる状態で大事しないと、あのね、あのホストが最後に乗らないとバグっちゃうっていう、あの仕様があって、たまに起きるんですよ。それが起きちゃった今日。なんか応急キットも全然使えなくないですか。多分あのメディックじゃないと使えないようにハードモードでなってるのかもしれない。ああもう勘弁してくださいよ本当に。まあミッションオーバーでいいと思う。あれガータンが沈んでった。浮いてますよ。そうそう、ピューンってなった。ガータン、これサメ来るぜ、これ俺たち。あ、ちなみにサメモッドあるんだよサメモッドサメモッドがあるんだよ、アルマツリー。6ミリさんが終了してくれたらミッションオーバーにします。一応まクリアってことで。もういいんじゃないですか、終了って押せば。俺たち終了ってどこで押す。あ、エスケープで、中止で。
作戦ああクリアでセーブしあ終了押せばいいですね。あじゃあ終了あすごかったね。あ天樹さんが浮いてるっていう2時間ひねえよこれお前いつちょっと見てみようね。人質を撃ち殺しましたエリアクリアとオブザーブあれだねチェックは言ってるんだね。ああとあれだハードモードだから誰が何人倒したとかは見れなくなってる。まさか、まさか、六味さんがハードモードで遊んでいたなんて、ないの。なんでハードモード？ホストで立てるとき、なんでハードモード？ホストで立てるときに難易度設定があるんですけど、それが多分、あれだな、レギュラー以上になってたと思いますね。レギュラーなのかな？ルーキー、レギュラー以上になってたと思いますね。だいたいその真ん中ぐらいにしとくといいですね。ああ、でもこんだけできるんだったら、また今度もできますね、そしたらね。ホストできますね。心配、通用だ。うんああ、面白かった。なんとかなったな。なんとかなったけど、まあ、締まりのないミッションだな。締まりのないミッションだったな。まあ、これに、ちょっと、解説入れて、コープとはっていうのに、編集しときますわ。オッケーうちら絶対ズタボロに言われるぞ、これ。いやいやいや、しょうがない。よかったよ。まず生き残った、みんな。生き残った。生き残った。ガマタンがコール&レスポンスがちょっと少なかったけど、まあ、基本的に大丈夫だな。そう、戦場で結構慌ただしい中で、正確に考えたら使えないマガジンもあるので、17発持ってるけど、使えるマガジンは10、聞いてやれっかっていうね、なっちゃうね。だいたい間違っててもいいんだよ、だいたいそんな15とか、本当に役立ってきた時に数が把握できるから、あ、もうたま、もうそろそろないとかね。そう。あと距離とか、あとそうだね。敵の脅威とかも、そう。いただけだと、近くにいるのか、遠くにいるのか、弾が、武器が有効なのかとかもわからないんで、そういうのも、それはでも経験もあるから。距離感とかね。ライフルマンが5、600メートルにいたら怖くないけど、まあ、一斉射撃されたら怖い、MG とかね。スタティックとかが、5、600の範囲にいたら、無反動で50口径ばらまいてきたりとかするんで、もう罪なんで、そうなったら。そういうね、直近の脅威になるのを抜いて、報告できればいいかな。ラッキーだった。敵の分隊に MG がいなかったのが救いだったかな。あ何者なの。うん、まあそういうところなんだぜ。じゃあ一旦録画止めるんだぜ。終了で。はい。はい。終了で。じゃあ録画終了です。ありがとうございました。録画止めます。ピチ。